こんにちは。ヴィーガン薬膳経過キッチンの村山恵子です。今日は心と呼吸の関係のお話をしたいと思います。例えば姿勢が悪いとか、まあ、口呼吸で呼吸をすると呼吸が浅くなりますよね。でストレスも浅い呼吸の原因になります。で呼吸が浅くなって早くなると不安とか緊張がこう増すんですよね。そしてストレスがより大きくなるっていう悪循環になります。姿勢が悪くていい呼吸ができない、そしてストレスがかかると自律神経が失調しますよね。そうすると精神的にもまた不安になります。逆に言えばこれを解決する方法は姿勢を良くして呼吸を良くするとストレスが軽減されるっていうことになりますよね。息を細く長く20秒くらいかけて吐き切るとストレスが軽減されるっていうデータがあるそうです。で長く吐く呼吸は脳内の幸せホルモンのセロトニンも分泌されやすくなるんだそうです。中国医学では肺は悲しみと関係があると言われています。で肺が弱くなると気がめいりやすいっていうこともあり、で悲しんだり気がめいったりすると逆に肺の機能が落ちるとも言われています。なので長く深い呼吸をするということは幸せホルモンを出せるので、まあ、心にすごくいいですよね。気持ちを上げるのにとても効果的だと思います。さらに長く息を吐くときにおすすめなのはお腹の下の、おへその下ですね、おへその下の丹田という場所を意識してお腹がへこむのを感じながら吐き切るということです。で丹田っていうところは気の集まる場所と言われています。でこれは呼吸の習慣ですね。気長に気がついた時に一日何度でもやってみてください。呼吸も姿勢も習慣化するっていうことが大事だと思います。ただし頑張らないで楽しく楽にです。今日はこの辺でありがとうございました。